こんにちは、花クラブの宮川です。今回は羽子板飾りのご紹介です。お正月用としても、和装のフォトウェディングにも、ひな祭りの飾りとしても使えます。まずは下書きをした紙をボードに貼り、線を引きます。カッターで切り出します。切り出したのがこちら。ベースに貼る生地を選びます。あなたならどれがいいですか？木工用ボンドを塗り、生地に貼ります。貼る分を考慮して生地をカットします。ちなみにボードの厚みは1センチです。両面テープを貼ります。浮かないように圧着しておきます。木工用ボンドを塗り、下げるための紐を取り付けます。ツルツルした方が表ですが、イメージに合わないので裏を表にします。浮かないようにしっかり接着したら、ベースに合わせてカットしていきます。両面テープを側面に貼ります。ハサミがいくつか見えていますが、ネチャネチャしたものを切るハサミ、布を切るハサミ、花材を切るハサミと分けています。100均のハサミで構わないので、ハサミを分けて使うことをお勧めします。その方が長持ちしますし、切れ味も良く、作品もきれいに仕上がります。コードリボンを側面に貼ります。最後はセロテープを貼ってからカットして押さえます。これでベース完成です。メインの菊です。小さいので開花してボリュームアップします。シリコンパッドにグルーをたっぷり入れます。100均のシリコンシートで代用できます。株をカットしてパッドに乗せます。花びらを外へ広げます。グルーはすぐ乾いて固まるのでスピーディーに詰めます。花びら同士がべったりとくっついているので傷めないように広げましょう。あまり真ん中は触らないようにします。抜ける花びらがあればこの時点で抜いておきます。
花びらを広げると透明の糸状のものが出てきますので、丁寧にある程度取り除きます。抜けた花びらをボンドで貼ります。ボンドを根元につけて外れないようにしておきます。これで菊の開花終了です。アジサイの加工です。頭を揃えてワイヤーをかけます。テーピングします。カットの長さは指1本程度で OK です。かすみ草も同じように加工します。アレンジしていきます。仮置きをして大体の位置を決めます。タッセルを貼ります。大きいもの、重いものはグルをたっぷりつけてしっかり押さえて固定します。大きなもの、ベースに直接つくものから貼っていきます。最後にユーカリとグリーンにゴールドのグリッタースプレーをのせます。完成です。ちょこっとかけたスプレーが効いてますね。今回は可愛いイメージで作りましたが、生地や花材でもろに正月用とかひな祭り用、そしてウェディングには置物に合わせて豪華にもかっこよくもモダンにも作れます。結構手間暇かかるのでちょっと大変ですが、また機会があればモダンなイメージのものも作ってみたいなと思います。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回のレッスンもお楽しみに。またねー。